大切な人との別れは辛くて苦しいことばかりではないんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。人と人、男と女はね、出会いがあれば別れもあるんです。あなたが望んでいなくてもある日突然別れはやってくる。ある日突然あの人から別れを告げられてね、さよならされることもある。その時は確かに辛くて苦しくてしんどくて泣きたくも、ね、なる気持ちもわかる。まあ、だからね、ない時はいいんです。そんな時にね、無理にポジティブに考えようとしたってポジティブになんか考えられないから、まあ、酒飲んでね、泣いて寝てればいいの。とはいえね、彼との出会い、そして別れ、その中であったのは悲しみやね、辛さだけではなくて、よくよく見てみると、まあ、幸せとかね、まあ、未来のあなたにつながる何かっていうのが必ずあったりするんですよね。その問題についてもね、ちょっと目を向けといた方がいいんじゃないですか。そして、その経験を通じてね、あなたが得た喜びとか幸せに対して目を向けておくと、それはね、今暗闇の中にいるかもしれないけど、それは出口のないトンネルではなくてね、やっぱりどっかに明かりが見えるわけだから、その明かりとなってね、あなたをそちら側にね、導いていくことができるんではないですか。あなたのね、目印にしていくことができるんじゃないですか、ということで、まあ、あなたとね、彼との別れの中から得た、まあ、喜びというかね、まあ、幸福であるとか、まあ、良かったことなんかについて、今日はね、6つご紹介をしていこうと思います。そんなね、気休めを言われてもね、困るっていうふうに思うかもしれないんですが、いいんです。どうせ気休めだから、当事者以外はね、何言ったってね、気休めにしか聞こえないんです。でもね、そういう気休めでも、まあ、頭の片隅に置いとくだけでもね、まあ、さっきも言ったように、まあ、ただこう泣いてつらくて、真っ暗闇の中にいるよりは、まあ、ちょっとはね、前に進むきっかけになったりするんでね、まあ、頭の片隅に置いときたければ置いといて、ということで、6つご紹介していこうと思います。まあ、よりね、ちょっと、具体的に、まあ、問題解決というか、その光に向かってもう一歩でも二歩でもね、歩みを進めていきたいなということであれば、それはまたね、僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況環境を詳しくお伺いさせていただきながら、より実践的な、ね、アドバイスをさせていただいたりとか、また問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできるので、リンク先はこちらに出てるんでね、まあ、こちらの方からお越しくださいませ。ということで、ここでは、まあ、別れの悲しみから、ね、得られる喜び、その幸せ、悲しみだけじゃなくてね、こんなこともあるよね、というお話を6つご紹介していこうと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、新しい、ね、選択肢が広がったということですよね。今までね、もちろん彼がいた喜びっていうのはあると思うし、彼と一緒に入れたことによる、ね、幸せっていうのもあったと思うんです。ただ一方でね、やっぱり彼があなた自身の制約になっていたことっていうのもね、事実あったりするはずなんですよね。やっぱりこう、何をやるにしても彼を優先してしまったりとか、何をやるにしてもやっぱり彼がおるからということでね、自分自身でこう制限を設けて、止まってしまっていること、スケジュールなんかもね、お友達との関係とかも彼を優先してしまったり、仕事でもね、まあ、もう一つ頑張りすればいいのに、やっぱりちょっと彼と一緒にいるからとかね、また彼にああせいこうせい言われてそれに従ってしまう自分とか、まあ、そこまでね、彼に束縛されていなかったとしても、まあ、何かね、やっぱり一人でいる時よりは二人でいる時の方ができることも大きいんだけど、制約も絶対に多くなったりするんですよね。まあ、お昼ね、まあ、今日はじゃあね、チャーハン食べ行こうって言ってる時に、いや、彼がチャーハンは嫌だって言ったら、そこでね、まあ、一手間なんか別のこと考えなきゃいけないわけじゃないですか。そこでね、チャーハン食いに行こうとはチャーハン食いに行けたりするわけですよね。土日ね、まあ、ビデオでも借りて一日家で見ていたいなっていう時に、まあ、彼とかがおってね、いや、ちょっと今日からキャンプ行こうぜとか言ったら、いや、ちょっと私ビデオ見ていたいんだけどなとかね、いう時に、まあ、ちょっと鬱陶しい何かが入るわけですよね。まあ、それが喜びであり楽しみでもあるんだけど、一方であなた自身のストレスの原因でもあったりするわけで、まあ、それがね、長くなった、ここからはやりたい放題、好き勝手に自由っていうね、まあ、そういうメリットもあったりするわけですよね。だから彼がいなくなったから何していればいいの、何すればいいのか分かんないっていう、そういう不安感はね、漠然とあるかもしれない。逆に言うと、でも彼がいないから、好き勝手なこともいろいろできたりするわけで、あなた自身がね、どっかでこう彼を言い訳に止めていた何かっていくつかあったりするんですよね。すると思うんです。それを改めて、まあ、見返してね、じゃあ今だったらできる、彼がいないからこそね、今一人になったからこそできることに対してチャレンジする機会であったりもするわけだから、まあ、そんなこともね、前向きに考えてみていただくといいのではないでしょうか。さあ、そして、2つ目です。
さあ、これはね結構重要なことで、まあ僕のメインのブログの方でもねこのお話はよくさせていただいています。愛せる力がねあるということをあなた自身が知ったということですよね。まあその前、そのもっと前でもいいんです。その都度ねやっぱりこう誰かを愛して私はもう愛せないんじゃないかとかね、私は好きになることはできないんじゃないかということは過去あったかもしれない。でもまたね彼のこと好きになって好きになれたわけでしょ。だからそれは彼がどうこうじゃなくて、あなた自身がねやっぱり人を愛することができる、しかも縁もゆかりもないようなね、どこの馬の骨かも分かんないような男だったりするわけじゃない。そんな他人のためにさ自分の時間を割いたりとか、力になったりとかね、その人の自尊心を満たすようなことをしたりとか、まあその人とね考え方をいろいろシェアしたりとかさ、そういうことがあなたにできる、それはあなた自身に備わった人を愛することができる力だということなんでね。そういう力を持った人がね、じゃあこの先も他の人を愛せないことか愛せないかって、そのこと全然ないわけで、他の人もね愛せんの。だから彼じゃなくても愛せるからね、あなたには愛せる力があるということは他の人も愛せるわけで、まあ彼を通じてねあなたは改めて自分自身の愛せる力ということを知ったんだから、その愛せる力を使ってね、また次の人、まあ次の人じゃなかったとしてもね、また何か、それは社会貢献という問題なのかもしれないし、まあ、ご家族に対しての問題なのかもしれないし、それは何だっていいですよ。ただあなたがねやっぱり誰かを愛し誰かを大切に思い、そしてそのために力を注ぐことができる、その力を持っているということをあなたはやっぱり彼との、ね、関係を通じて知ることができたんで、今はたまたま関係終わっちゃったけど、でもその力がね失われたわけではないから、まあ、この先もねまだまだその力を発揮して、まあ、いろんな人をね愛したりまた愛されたりという関係を作っていくことはできるということ、まあ、これはね忘れない方がいいのではないでしょうか。さあ、そして3番目ですね。はい、これはね結構大事ですよね。やっぱりね謙虚になれたというのはね、すごく大きいことで、やっぱり彼との別れを通じてね、やっぱりこう悲しみをね、自分自身がやっぱり、体験する、痛みを体験する、それによってねやっぱり人の痛みが分かる、いやそんなことはね今までだって分かってたって言いながらも、やっぱりこう幸せでいる時ってね人の痛みって分かんなかったりするじゃないですか。まあ、私は幸せだからいいやとか、私は満たされてるからいや、あの人不幸やね、知ったこっちゃないわっていう気持ちって心のどっかにあったりするんですよね。それを改めてね、あそうなんだ、こういう場面になると私ってこんなしんどいんだ、あっていうことはやっぱり、ねうまくいってる時にもやはり謙虚に、やっぱりそうならないように日々積み重ねっていうのをしていかなきゃいけないねっていう、やっぱり反省にもなったりするわけだし、そして同じようにねやっぱり辛い思いをしたりしんどい思いをした人がいた時に、まあその人たちの力になろうと思うことができるし、やっぱり優しくなれるわけですよね。まあだから逆に言うと、痛みを知らない人って人に優しくなれないし、痛みを知ってるからこそ人に優しくなれるし、やっぱり人に対しても謙虚になることができる、まあそういうねやっぱり謙虚な気持ちを改めて、まあもともと謙虚な人だと思うんだけど、あなたもね、ただどっかでねそれが忘れていたものをこの機会に思い出すことができたわけだから、まあ、それはそれでねメリットというふうに考えていただいてもいいのではないでしょうか。さあ、そしてだからこそこういうことですよね。はい、人の話にね耳を傾けられるようになってるんですよね。今までだったら、いや私うまくいってるから全然ね人の話なんか聞かんでいいわ、いや私はね彼しかおらんし、私はね彼と幸せだから別にどうでもいいのみたいなことを、まあ言っていたあなたもね、やっぱりこう辛い思いをしたりしんどい思いをしたり別れを告げられた時にね、あやっぱり自分の何がいけなかったのかな、人の意見を聞いてみようとかね、誰かの話を聞いてみようとか、まあ同じような境遇にある人のね話を聞いてみようというふうに、初めてじゃないんでしょうけど、その場になったからこそ耳を傾けられて、その場になったからこそ謙虚にね、誰かの話を聞こうとか誰かに教えを請こうとするお気持ちをね、持つことができている。そして人の話を聞こうと思うから、その時にね、あそういう考えもあったんか、あなるほど納得、そういうものの見方もあったんねと、まあ、いうことで、まあ、新しいね情報、まあ、自分にとっての知識経験をそこでまた積み上げていくこともできるわけですよね。うまくいってる時だったらそんなことはねはあとかね、右から左へどうでもええわっていう話で流していたものが、まあまあまさに今もね、あなたが辛くて苦しい思いをしてるからということで、まあ、ここにたどり着いてね、今こういう話をね聞いてるっていう現実もあると思うんですよね。前だったらそんなどうでもいいと思った話もこうやって聞くわけでしょ。だからそういう聞けるチャンスを得られてるということ自体が、やっぱり今回の別れを通じてね、あなたが得た大きな幸福の一つであったりもするというふうに考えていただいてもねいいのかなと思います。さあ、そして何よりこれがね、大きいんです。これはいつもいつも、言っている話です。磨かれてね、もっともっと美しくなってるんです。人は磨かれるから美しくなる。磨かれるというのは簡単に言いますけどね、
大変なことなんです。磨かれるというのはいわゆる凹凸の部分をこれ削っていくということですよね。削って平らにしていくんです。削って平らにしていくということはどういうことかというと、傷つけるという意味ですよね。別の意味ではね、凸凹を削っていくということは痛いんだよね、痛いけど削っていくから平らになって磨かれて、そして光り輝くようになっていく、美しくなっていくわけじゃないですか。言葉で着飾ったり、見た目をね、お洋服で着飾ったりとか、まあ、光の当て方ちょっと変えてね、綺麗に見せることっていうのは、それは誰だってできんです、その場しのぎでね。ただその人自身がやっぱり醸し出す人としての美しさとかね、まあ、女性としての美しさ、魅力っていうのはその人がどれぐらい磨かれてるかによるわけで、磨かれてるかっていうのは今言ったようにやっぱりね、傷ついたり辛い思いをしたりとかね、まあ、しんどいことを乗り越えてきた人だからこそ、その人にある魅力ってあるじゃないですか。あなたから見た時にも、あなたから見た時にも、お相手が男性であろうが女性であろうがね、やっぱりこの人魅力的だなとか、やっぱりこの人すごく尊敬したいなとか、あ、この人本当にね、まあ性的な意味じゃなくて、普通にこうやっぱり人として美しいなって思われる人って、結構ね、いろんなこと乗り越えてきてたりする人だったりするじゃないですか。だからあなたも今ね、その途中にあって今辛くて苦しい思いをしているというのは、まさに磨かれている真っ最中なんでね、この経験を通じてあなたはもともとね、美しい人だし、もともとね、綺麗で可愛らしい人なんだけど、よりますます美しくなっていくことができているというのは、まあ大きなね、まあ幸せというか、大きな特典というか、大きなチャンスというふうに考えていただいてもね、いいのかなと思います。さあ、そして最後ですね、まあ1番から5番目を通じてね、はっきり言えることは何かというと、やっぱりこれからもっとね、大きな幸せを手に入れることができるということですよね。今の彼との出会い、別れ、これは何で別れたかっていうと、今彼と一緒にいてもこれ以上幸せにならないから別れになってるわけですよね。あなたが何を言ったかとか、何をやったかとかね、状況や環境だとかね、まあいろんな理由はあるんでしょう。でもそんなの関係ないんです。今のまま彼と一緒にいても、これ以上は幸せになれないから、ここで終わりましょうねということで終わってるわけじゃないですか。ということはね、彼との関係これ以上続けても幸せじゃなかったわけだから、もっと大きな幸せを手に入れるために彼との別れが来てるんですよね。もちろんもっと大きな幸せを手に入れるために、今1番から5番まで言ったような、まあいろんなね、チャンス、いろんな機会っていうのがあるわけで、それらを手に入れながら、最後の最後はね、もっと大きな幸せを手に入れることができるんです。ね、いつも言うように、出口のないトンネルはなくてね、特に色恋の問題で、女の人でね、こうやっぱり苦しくてしんどい、もうね、彼と別れて悲しいですと言ってる人がね、復活しない試しってほとんどないんでね、もうね、大体みんなそうなんでね、あなたもこれまでね、まあ今は確かに辛くてしんどいでしょ、でも過去を振り返ってみればさ、もっと辛くて死んだことってあったと思うんですよね。にもかかわらず、あの時あんだけ好きだった男の人、あれ名前なんだっけみたいなね、名前も忘れてんのみたいな人結構いたりするでしょ。同じように、今ね、この辛くて苦しくてしんどいっていう状況も、まあ、やがてはね、消えてなくなって、そしてもっと大きなね、その時にはもっと大きな幸せが手に入っていて、まあ、今回のことが、彼との別れというのがね、あなたにとって人生の終着点ではなくて、あくまでプロセスの一つでしかないわけで、この先ね、やっぱりもっともっと大きな幸せを手に入れるために、このプロセスというか、まあ、今この経験っていうのはね、まあ、必要だったということにしか過ぎないので、まあ、やがてね、去った彼とまた一緒になるのか、また全然違う誰かと一緒になるのか、それは分からんけど、最後の最後はね、幸せになっていくために今のこの別れがね、来て、そして今この辛さやしんどさというのがあるんだというふうに考えていただくと、まあ、少しはね、心も楽になっていただくんじゃないかなと、思います。まあ、ということで、まあ、今日6つご紹介を差し上げました。まあ、冒頭申し上げたようにね、気休めじゃねえかっていうツッコミをね、言いたいと思う、ツッコミもあると思うんですけど、いや、気休めだからいいんです。気休めだけども、こんなことをね、ただやっぱり頭の中に置いとくかどうかっていうだけで、出口に向かってね、歩む歩幅のね、速さというのは、まあ、歩くスピードというのは少し変わってきたりもするんで、辛くてもいいし、まあ、酒飲んでね、泣いて寝ててもいいんだけど、こんなことをちょっとね、頭の片隅に置いといてみてください。そうするとね、まあ、今は辛くて死んでるかもしれないけど、まあ、それが数日後なのか、数週間後なのか、数ヶ月後なのか分かりませんけどね、あったあった、そんな話という話でね、まあ、軽く笑える話に変わっていくことになるので、ぜひね、参考にしてみていただけるといいのかなと思います。現場からは以上です。